はい、本日は下式亮雄太投手、千葉ロッテマリーンズでございます。下式亮選手といいますとね、こちらのお写真にございますように、ユニフォームのね、背中のネームのローマ字、下式亮はですね、13文字で、これはですね、日本のプロ野球のね、背ネームではね、一番ね、長いね、記録になっているわけでございます。ただね、H をつければ下式亮となりましてね、アメリカのね、14文字が最長なんですけどね、それに並ぶとね、記者さんにね、教えられたわけですが、まあ、下式亮投手、そんなね、余裕とね、まあ、球団にね、言う勇気もなかったということでございます。ちなみにですね、アメリカの最長記録というのは、こちらのね、サルタラ・マッキア選手ね、これ14文字なんですよ。下式亮投手は、大阪出身で、上宮高校3年の夏にですね、こちら、準々決勝、大阪桐蔭戦、先発の国木投手がね、フォアボールを与えたところで、ファーストから急遽リリーフのね、マウンドに立ったわけでございます。身長183センチとね、大柄ね、アンダースローなわけでございますがね、1年秋にね、アンダースローにしたわけで、こちら対戦いたしますバッターは、中村剛也選手、4番バッターです。おっと、いきなり敬遠ですね。というのもね、仕方ないですよね、この大会、中村選手、15打数12安打の打率8割、6本塁打のね、18打点ですからね。そして迎えましたこちらが5番の堀江選手に対するピッチングの様子でございます。初回のね、いきなりのリリーフから2アウトながらね、中村選手を敬遠で歩かして、2アウトながら1塁2塁のピンチの場面、これは空振りね、高めでこうグッとこう浮くような球でね、取ってきましたね。あ、これもう一遍スローが出ますね。これね、やっぱりね、アンダースローのピッチャーのね、特徴、武器じゃないですかね。やっぱりこれ1塁2塁、このピンチはね、なんとしてもね、立ち上がり抑えたい。監督もね、もうめっちゃ早いスイッチをね、したわけなんですからね。ここはね、2ストライクと追い込んでいますからね。ここは見事、これもね、空振りの三振。そしてね、いかね無難にね、こうピンチを切り抜けたわけですが、この試合ですね、3対9と敗れるわけでございます。高校卒業後は法政大学へ進学、2年生から主戦投手となりまして、4年の秋には6勝を挙げ、ベスト9にも選出されて、6大学通算42試合で13勝10敗 2.34 の成績を残されております。大学卒業は社会人野球日本生命へ進まれてですね、これ1年目なんですけれどもね、社会人野球の日本選手権でね、これね、富士重工に負けてね、準優勝に終わるわけですがね、関東賞をね、獲得したね、1年目からね、大活躍されたわけで、なんかね、高校時代のね、先ほどのピッチングフォームに比べるとね、なんか躍動感のあるアンダースローという感じにね、なっていますよね。都市対抗もね、2回出場。そしてですね、まあ、球速はですね、125キロ、まあ、前後ぐらいなんでしょうけど、まあ、いい時にはね、130からね、135キロぐらいはね、パッとね、ストレートも出るわけなんですけれども、スライダーシュート、シンカーなどとのね、そういう変化球もね、自在に扱うわけでございます。ここ以上ね、ファーストやってね、まあ、野手だったということもあってな、フィールディングもね、なかなかいいわけで、ね、コントロールもね、まずまずのピッチャーでね、もうね、テンポよくね、投げてくるね、なかなかいいアンダースローなわけでございます。あ、ここちょっと打たれちゃいました。まあね、でもこうやってね、もうランナーを出すとね、やはりね、こう、フォームがね、大きいだけにね、ちょっとね、その辺はね、しんどいんじゃないかなというところはありますよね。ここはね、まあ、右バッターですけれども、アンダースローあるあるのね、左バッターに対してというのもね、どうなんですかね。というところでね、ここでね、ちょうどいいね、選手がね、登場するわけでございます。こちらの鬼崎選手はですね、ヤクルト、西武でね、活躍されたわけでね、これはね、大学卒業後のね、1年目ね、全くね、下式亮投手とね、同じ年なわけなんですがね、この年はですね、これ、富士重工のね、1番でね、活躍した選手でございますがね、ここはね、見事、セカンドゴロにね、打ち取ったわけでございます。そしてね、7回にはまた鬼崎選手との対戦がやってくるわけですが、鬼崎選手はこの大会でね、1番ショートでね、ずっと出るわけで、大会の優秀選手にも選ばれております。まあ、ね、下式亮対鬼崎ってね、まあ、その名前だけ聞いたら、ね、結構珍しい名前同士のね、対戦っちゃ対戦ですよね。ここはね、フルカウントで追い込んだ下式亮投手、最後は見事ね、レフトフライに打ち取ったわけでございます。そしてこちらが2007年、こちらね、高校生ドラフト1位のね、面々でございます。この頃は高校生と大学社会じゃね、分離ドラフトだったわけでね、まあ、言ったドラフト1位がね、12人じゃなくてね、24人いるわけですからね、やっぱりね、こういう高校生のね、目玉がいるときは、やはりね、そこにね、競合するわけですよね。ビッグ3のね、一人、大阪桐蔭中田翔選手は、オリックス、阪神、ソフトバンク、日本、4球団競合で日本ハムが引き当てて、仙台育英高校、佐藤義成投手は、ヤクルト、楽天、
横浜、中日、巨人のなんと5球団競合の末、ヤクルトが引き当てたわけで、そして最後、唐川勇樹投手はロッテと広島2球団競合でロッテが引き当てたわけでございます。そして本日の主人公、下式郎雄太投手は千葉ロッテマリーンズ大学社会人の、ね、ドラフトで5位指名されたわけでございます。ちなみにですね、こちらがマリーンズの高校生ドラフトの4人の面々でございます。あ、4人じゃないな、2位は選択権内で3人でございますね。大学社会人、主な、ね、1位選手としてはこちらヤクルトの、ね、加藤投手、慶応大学でございます。そしてですね、次に登場するのはロッテの、ね、服部投手も、ね、1位指名なわけですが、これね、国際大会での映像でね、ガン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 ね、アウトコースに投げ込んでいるわけですが、 なかなか決め球がないのか、おこれはちょっと打たれちゃいましたね。でこちらはね、大阪体育大学の、ね、村田投手、巨人1位でございます。なんかね、テンポがいいとかね、ポンポン投げる感じのね、ピッチャーですね。そしてね、ロッテには当時ね、渡辺俊介投手というアンダースローのね、ピッチャーがいたわけで、まあね、入団会見の時にね、負けてるとこと勝ってるところをね、下式郎投手聞かれたわけなんですが、負けてるのはね、やっぱりリリースポイント、まあね、渡辺投手のね、リリースポイントはね、かなり低いね、こう土をこすっちゃうぐらいのところもあるじゃないですか。そこが負けていると、じゃあ勝ってるところはどこかと聞かれたわけでね、勝ってるのはね、顔ってね、言ったとか言わないとか言われております。そしてこちらはキャンプでのね、ブルペンでのね、渡辺俊介投手が投げる横でね、こちら下式郎投手も投げているわけでね、2人のアンダースローのね、まあ揃い組みといったね、なかなかね、珍しいというかね、まあこれもね、あえてね、意図してね、首脳陣がやってるようにも思いますけどね。まあね、いいお手本がね、身近にいたということで良さそうなものなんですかね。まあね、これが逆にね、タイプが被ってたということがね、まあ一つのね、下式郎投手には不運だったというかこともあるわけなんですよね。そしてですね、せっかくなんていうんですかね、こうバッターから見たらね、長身からあの投げるこのアンダースローってね、本当に打ちづらい投げ方してるじゃないですか。しかしながらね、下式郎投手はですね、まあ、コントロールをね、こう良くすることをね、意識してしまってね、もうね、バッター心理でね、物事を考えてですね、もう自分のフォームのね、有効にね、生かして投げるべきだったんだなっていうのをね、後になってね、後悔されているわけなんですよ。というのね、やっぱりね、即戦力期待のね、ロッテアンダースローだったわけなんですけどね、プロ在籍はわずか3年でね、ついには、ね、一軍登板はね、なしということでね、引退することになるわけなんですよ。引退後はね、スカウトを務められましてね、まあ関西地区のエリアをね、主に任されていたわけでね、こちらのお写真は、担当しましたね、藤原選手をですね、引き当てた時のね、控え室でのね、喜びの様子でございます。そして22年からですね、東京の江戸川区でね、こちらの社会福祉のね、施設でのね、職員として現在は活躍されております。本日は成績よりね、珍しい名字とね、生ネームの長さがね、 NPP で一番長いということでね、注目を集めてしまいました、下式郎雄太投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では